岡田監督、佐藤が好調のわけ。阪神は4日の DeNA 戦に快勝し、貯金を今季最多タイ、8とした。初回に3番、森下翔太外野手の10試合連続打点となるタイムリーツーベースで先制すると、5回に4番、佐藤輝明内野手が2戦連発の8号、スリーランで勝負を決めた。佐藤は、リラックスしていい状態で打席に立てた。最高の当たりだった。打てない時期もあったが、しっかり練習していい結果につながったと思うと胸を張った。自己最長の13試合連続安打、7試合連続複数安打。8月に入って4戦3発と打棒が止まらない。岡田彰布監督は、だから言うたやん、ヒット出たらホームラン出るって。攻め方も変わって、くるみ足と予言的中にドヤ顔。これまで打席で無駄な力が入り、ボール球に手を出すのが佐藤の打ち取られるパターンだったが、指揮官は、楽に打ってるよな。全然力まんとな。軽く打ってるだけや。力なんかいらんのやからと、好調の理由を解説した。なんとこの、開眼した鬼たことか。ほんまに開眼してほしい。ヒットが出ることで相手の攻めが変わる。これが大きいんやろな。ひょっとしたら和田二軍監督って、教える天才かも。この調子で3割バッターになってくれ。これは後半戦だけで20発期待してまう。同じ人だとは思えないぐらい変わったな。サトテル、首位打者行きましょうか。脱力打法は大山さんも少し試してみたら良いかな。脱力投法で失敗した藤波。脱力打法で成功しそうなテル。昨日のホームランとか、フォロースルーが、吉田正尚を思い出した。そうそう、パワーすごいんだから軽く当てても入るし、確実性も上がるんやと思う。このまま本格化してほしい。これを待ってたんや。テルはバットに当たれば、ボールが勝手に飛んでいくんや。それがようやくわかったみたいやね。佐藤テルも森下も若い時に岡田監督に出会えて本当にラッキーだったと思う。